大板綱は軟体動物の一群で一般的にはヒザラガイ類として知られている。扁平な体で背面に一列に並んだ八枚の殻を持っており、原生の軟体動物では最も大切性を思わせる体制を持っている。ただし実際には大切ではなく偽大切とされる。大板綱は軟体動物の一群で多数の殻を背面に前後に並べるのが特徴である。 原生の軟体動物では最も多くの殻を持つ。一般にはヒザラガイ類とも言われ、高くズナ、ヒザラガイズナの名が使われたこともある。日本ではヒザラガイを含め、いくつかの種を海岸で普通に見ることができる。いずれも岩の上に張り付いて生活する動作の遅い動物である。体が扁平で、下面は広い足となっていて基盤に吸着する点は、 複足類と同じであり、特にアワビやウミウシのように全体が扁平なものは、それらと似ていなくもないが、内部構造等には重要な差異があり、別個の分類群となっている。特徴的な形態を持つため、中国語ではすっぽんに例えた石すっぽんという名が使われてきたが、日本にも様々なものに例えた地方名がある。福岡県の滋賀島では磯原地と呼び、山口県萩市では、 岩から剥がした時に丸々修正から、老人の背中になぞらえて、ジーの背中、ジーの背な、ジーの背、おじの背、バーの背な、ジーとバー、ジージーババーバーなどと呼ばれる。島根県の沖では、オナの爪と呼ぶほか、八枚、八枚貝と呼ぶ地方も、多数ある。アッコアンソプラーラスピーノーザの標本全体に、楕円形等の形をしており、多少細長いものもあるが、 いずれも輪郭はほぼ滑らか。左右対称で腹肺方向に扁平、背面はなだらかな丸みを帯びる。背面に感覚器など特に目立った構造はない。大きさは全長数センチメートル程度のものが多いが、最大種の大番膝皿貝は普通で20センチメートル、時に40センチメートルにもなる。背面は厚い外皮に覆われ、刺しや針、輪辺などが並んでいる。 その配列に大切のような規則的な繰り返しが見られることが多い。差しは集まって下葉を形成することがあり、これもやはり体をなして、規則的に並ぶ。小中線上には前後に並んだ8枚の唐板がある。最も前の唐板を当番、最後尾のものを置いた。その間のものを中間板という。唐板は密接して並び、前端は前の板の下になった。 河原状の配置をするが、互いにやや離れている例もある。各周辺の部分を肉体という。このように殻が前後に分かれているので、この類は体を覆面方向に大きく折り曲げることができる。背中に向けても多少曲がるが、左右にはあまり曲がらない。ただし殻がやや離れていて細長い毛虫膝がいなどは、左右にもかなり大きく曲がる。 オーバンヒザラガイクリプタケイトンスタルリーの覆面覆面の周辺部は背面の続きになっているが中央には広く平らな足がありその間にははっきりした溝があるこの溝は外頭空に当たる部分で外頭孔と呼ばれる足は複足類の足によく似ており粘液で覆われその面で岩などに吸着することができまたゆっくりと這うことができる 足の前端の溝の間からはやや突き出した口があり、一部の種ではその周辺には触手状突起が並ぶ。この部分が頭部であるが、目や触覚はなく、死絶が発達している。足の側面側の該当口には、エラがあり、これは足の側面全体に体を成して並ぶものと、その後方部の一部だけにあるものとがある。エラの数は6体から88体に達するものまで、あり。 体をなしはするが、殻の配置等との対応関係はない。また、同一種でも数にやや差があったり、左右で同数でないことも珍しくない。足の後端の後ろに肛門が開く。この類には、外面に目立った感覚器がない。しかし、実際には、各表面に多数の穴が開いており、これが感覚器として機能している。穴には、大根と小孔があり、 ここに内部から枝状器官と呼ばれるものが入り込んでいる。大光には大枝状器官、小光には小枝状器官が入っており、後者は前者の分子にあたり、一つの細胞のみからなる。これらは様々な感覚を司ると考えられるものの、詳細は不明であるが、少なくとも光需要の機能を持つとされる。また一部の群ではこの部分にレンズを備えた角眼を持つ。 その他、肉体や外頭膜の仮面などにも小さいながらも、様々な感覚器がある。消化管は、口から続く咽頭、やや膨大した胃、細長く旋回した腸からなる。口腔の底面には、死舌があり、表面には自鉄鋼を含む、小さな歯が並んでいる。また胃には腹側に地帯の肝臓がつながる。循環系はよく発達した心臓と、血管からなる。心臓は、 対候方の囲い真空に収まり、位置進出に心房を持つ。血管は心臓から両側に伸び、体の側面側をエラに沿って、前に向かう前後大動脈となる。排出器は人間系で左右一体を持つ。体の両側面近くを前後の走り、前半部が内臓の間に細かい枝を出し、後方では囲い真空にロート状の口を開く。 中ほどから外への口が外頭口に向かって開く。神経系は主要なものが、体の側方を前後に走る側神経幹と、その内側をやはり前後に走る足神経幹であり、前方では、口周辺に、いくつかの神経節や、神経連合によってつながるが、脳と言えるほどのまとまりはない。それより後方では、上気の都合2体の神経幹がほぼ平行に走り、 それらの間にほぼ等間隔に神経連合があるため、ほぼはしご形神経系となっている。生殖系については、基本的には、死有遺体である。消化器の背面側に生殖層が一つあり、左右一体の管を介して、該当口に口を開く。軟体動物は、その発生などから、関係動物との類縁性が主張され、また、関係動物は、 大切性の観点から、節足動物と禁煙と考えられていたことがある。これを認めると三群は禁煙であることになるので、軟体動物も本来は大切性を持っていて、二次的にそれを失ったものではないかとの推測があった。その根拠の一つがこの類の構造である。ただし、軟体部には大切はない。軟体部にも大切が見られるのは、原生の軟体動物では、 タンバンズナのネオピリナ類と、その禁煙種のみである。確かに背面の殻の並びは、甲殻類の配光を思わせ、下葉を持つものでは、その配列もこれと連動する。また内部では、殻と筋肉の配列が連動しており、やはり強く大切性を示唆すると取れる。しかし、エラは体を成してはいるものの、殻の配置とは無関係であり、またその体も完全なものではない。内部では、 神経系がはしご型ではあるが、その区切りは他の臓器とは必ずしも連動していない。また対抗は限定され、また排出器にも大切性を思わせる特徴はない。節足動物との類縁性が否定されたこともあり、近年では軟体動物は関係動物と近縁ではあるが、両者が分化した後に、 関係動物で独自に大切性が発達したという考えに傾きつつあるようである。卵は寒天室の被膜に包まれた紐状に海中に放出され体外受精する。特別な配偶行動は知られていないが一部の種で繁殖期に集まったりする例は知られている。卵葛は全葛で螺旋卵葛が明瞭。発生の段階左、卵内のトロコフォア中。 右、殻が形成されかけている。卵の中でトロコフォア妖精の形をとる。トロコフォアは休憩に近く、その専門体の後方の背面側に殻を、覆面側に足を分化することで、親の形に近くなる。この状態で孵化したものはその専門体で遊泳する、プランクトン生活を行う。この状態をベリジャー養成としたこともあるが、 一般のそれとは異なり、トロコファーとほとんど変わらない。やがて専門体より、前の部分は次第に縮小して頭部となり、妖精は底生生活を始める。なお、この頃までの妖精は、覆面の頭部近くに1体の目を持つが、その後消失する。また、殻については、最初から8枚が形成される例もあるが、当初は7枚で、 最後にお柄が追加されるものが多い。殻のうち7枚が先に生じる点は、無番類において、発生途中で7枚の殻の痕跡が見られるとの観察があり、両者の系統関係を論じる際に重視された経緯がある。ただし、無番類での観察は、その後認められず、疑問視されている。すべて解散で、一部には、 長官体の干潮時には日上がるような場所に生息するものもあるが、ほとんどはそれ以下に住み、深海に生息する種もある。岩やサンゴ、貝殻などの硬い基板の上に付着している。砂や泥の上で生活するものはほとんどいない。基板上を這い回り、施設でその表面のものを舐め取るようにして食べるのが普通である。多くは装飾性で付着藻類を食べるものが多いが、 より深い水域では、ヒドロムシ類やコケムシ類を食べるもの、雑食性のものも知られる。肉食性の種でババカセなどは動かずに、口の部分を浮かせて物陰を作り、そこに潜り込む小動物を捕食する。多くは夜行性で中行性の種は少ないとされる。運動は看板で、ゆっくりと這う。一部では決まった場所に付着し、 移動後もそこに戻る、奇想性が知られている。また、特定の奇質と結びついて生活するものも知られ、ある種の海藻の上に付着する、もの、海面の軍隊の上に生活する、もの、深海底に沈んだ材木に付着するものなどがある。熱水交渉に出現するものも知られる。岩に張り付く際には、体がからに覆われてはいないがその表面は丈夫であり、 また殻の配列も曲げられるため、岩の表面やくぼみにぴったりした形になって、張り付くので、非常に剥がしづらい。剥がした場合には覆面を折り曲げるようにして、丸くなる。その様子は、ダンゴムシにやや似ている。分布域としては世界に広くあるが、特に、オーストラリア周辺に多いとされ、日本近海はむしろ種数が少ないという。ヒザラガイ類は、 一般的に小柄なものが多く、生息場所によっては、カビのような臭みの強いものがおり、また採集や処理が面倒なことから、他の多くの地域では、食品として、重要なものではなかった。食用とすることは可能で、筋肉質の足が発達しており、アワビなど磯の岩場に、張り付く、巻貝類と似た感覚で食べられ、生息条件の良い場所のものは、 海藻の旨味を凝縮したような風味がある。ひざ貝などは、鹿児島県奄美群島の機械島では、クンマーという呼び名で呼ばれる高級食材であり、茹でた後甲羅を取り、酢味噌や煮付けや炒め物で食べられることが多い。また、台湾の離島蘭遊の東海岸では、タオゴデボボワンと呼ばれ、食用にするが、乳人のいる女性は食べてはいけないとされている。 機械島以外のアマミ群島では、クズいクジマなどと呼ばれ、稀に食用にされる、寒流域の大ンひざらがいは大型で、肉質も柔らかく、その生息域では重視されたアイヌや、アメリカ先住民は、古くから食用としており、前者では、アワビとの間の住み分け由来話の伝承があるなど、注目されていたことがわかる。アイヌ語では、無意という。また、 大番ひざらがいの殻の一枚一枚は蝶のような形をしていることから、襟リモミサキでは蝶々貝と称して、土産品として売られている。その存在は、古くから分かっていたものであるが、分類上の位置が定まった時期は早くはない。軟体動物という概念がある。程度確定したのは、キュビエイコー、18世紀末より後である。彼はこの類を、複足類に含め、 19世紀末まではこの扱いが普通であった。他方で1816年にはブランビルがこの類を独立の綱と認め、これが現在の扱いの基礎となった。この類の化石はオルドビスキから知られる。これは殻の特徴から現在のものと異なる子、ヒザラがエルイと言われこの類は白、秋まで生存したらしい。現在の軍と同じ心。 ヒザラガイ類の化石は石炭紀以降から知られている。なお、殻がバラバラの状態で発見されるため、その正体について議論がある例もある。また、古生代には7枚の殻を持つ類似の動物があり、ヘプテプラコッタと呼ばれる。軟体動物の中では、ンズナを除けば最も大切性を思わせる構造が色濃く、いわば節足動物的な姿をしている。 現在でも無番類などと共に送信形類として、まとめ、いわゆる軟体動物の主要な群と大きく区別し、それらより早くに分岐したものと考えられているが、議論は多い。大板綱という独立綱にまとめる。原生種は約830種、日本からは約100種が知られる。現在のものは、すべて新膝皿飼目にまとめ、化石種のみを含む子、膝皿飼目と対致し、 心、膝長貝目に三内腫四の暗目を置くのが普通の扱いである。以下、内田監修によるとがまでの分類体系を示す。ABCDEFG 川根教弁、日本海類方言集民族、分布、由来ピアニッシ百234から235、未来者、1988年、小広明ほか、マサミ族的海洋生物、 マオマオランノーカラコワンノーアワドゥーパンソ P195-2007 年、台東、宇ウ、ウツアズマ県政府 ISBN978 から9860094169九川ナ共弁、日本海類方言集民族、文婦、由来ピアニッシモ236、未来者、1988年。ありがとうございます。